どうも、フジピコです。オツピコ。今回はですね、こちらのね、ケージに入ってるの。はい、これ誰かというと、はい、こちらね、パンサーカメレオンのしぼらはのぼっくんがね、入ってるんですけども、あー、でっか、うんこしてるわ。はい、この子ね、ちょっと体型細長ない。はい。ということでね、なんかめっちゃでかくなりそうな予感がしますね。ということでね、ちょっとぼっくんがね、今どんな体型なのか、はい、他の子たちとね、見比べながら、はい、見ていただきたいと思います。それではご覧ください。どうぞ。はい。ということでね、ちょっとこの子、最近ね、外出せ出せが結構出てきたんでね、ちょっと僕見かけて今ちょっと出てこようとしてるなぁ。いや、相変わらずね、はい、真っ白で美しいですね。ちょっとじゃあ開けてみるか。出てきそうな気がするけど。はい。ほら。ほら、出てきた。ちょっとあんまり人懐っこくなりすぎるとね、ちょっと繁殖のスイッチが入りづらいと聞いたことがあるんでね。ほら、見てください。めちゃくちゃ細長くない？なんか顔つきも。なんていうか。で、ちょっとね、もう赤が消失してきてね、もう本当にほぼ白一色になりかけてますね。もうゆっくりだけど少しずつ確実に大きくなってますね。ちょっと、僕も横顔を撮りたいんやけど。正面ばっか撮らさんといてくれ。あ、ほら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 。わかります？この角度。なんかね、顔もちょっと細長いし、あ、今ちょっと丸っこくなってもたけど。胴体もね、あー、ちょっとカメラの上登らんといてー。はい。ちょっと顔も長いでしょ。ちょっと、あ、ちなみに後ろの、あー、後ろのアンビロブのサンリオちゃんが、めちゃめちゃキレてるやんか。ちょっと、今こっちに、はい、横のケージでね、はい、置いてて、いつも見てるはずなんですけど、やっぱちゃんとね、空間認識能力がありますね、こいつら。横のね、ケージで置いてて、普段はね、金網があるから、こんな切れたりしてないんですけど、今、こうやって外出してきたらね、めちゃくちゃ、ほら、アジの開き状態になってるでしょ。ちょっと見せてみるか。ほら、あ、逃げた逃げた。ちょっと逃げてしまいましたね。ごめんよ。ちょっと、ぼっくんは、ちょっと興味津々みたいやけど、サンリオちゃんが、はい、めちゃめちゃ嫌がってるんでね。ちょっと一回じゃあサンリオちゃんも出して、ちょっと体型の違いちょっとお見せしましょうかね。はい。こっちがね、アンビローブのサンリオちゃんなんですけど、ちょっとビビって色が、はい。めちゃくちゃすごい。なんかなんちゅうの、なんだこれ。とんでもない、くすんだ色になってしまいましたけれども。はい。めちゃめちゃキレてるやんか。サンリオちゃん、もうおらへんからな。大丈夫やからな。うん。そう、この子はね、アンビローブなんですけど、はい、この子はね、でもやっぱね、頭でかいんですよね。顔が、ほら、でかくてね、ほんと、はい、ちょっと短足、どうも短くてね、はい、頭がやたらでかいんですけどね。この辺の体格の違いはやっぱり、ローカリティによってあるかもしれんな。まあね、のしばらのぼっくんの方はね、割と、はい、比較的大きくなる、はい、ローカリティみたいなので、そう、やっぱ先に伸びてから横に広がっていくのかな。この子のね、ほら、サンリオちゃんはもう、多分これで体はもうだいぶがっしりして、もうフルアダルトに近いのかなと思いますけど、色がちょっと、すごいかわいそうな。ちょっと申し訳ないことしたな。はい。じゃあちょっとサンリオちゃん戻ってもらいましょうかね。ごめんよ。ああ、ちょっと、真っ白なってるでしょ、今。やば！超綺麗！これがね、のしぼらはの本気ですわ。ほら、もうほとんど赤ももうほんとにちょ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 んって残ってるぐらいでね。もうちょいしたらもう全部完全に消えそうな気がするな。はい。体型はこんな感じです。ちょっと鼻も長いでしょ。なんかどうもね、すごい、お腹のこのあたりが長い気がしますね。はい。いや、美しいですね。やっぱ白系のパンサーはいいですよ。ということでね、これなんでね、最近ちょっとこいつ体長いなと思ったんかというとね、女の子の方もね、ちょっと見ていただきましょう。女の子の方もね、体長いんすよ。はい。こっちがね、女の子のシャクラコちゃんですね。どうですかね。ちょっと今、外出してきてちょっとあれなんですけど、変な体勢になってるからあれけど。ちょっとね、胴長なんすよね。わかりますかね。ほら。で横向きにしたら、わかりやすいかなと思うんすけど、わかりにくい。わかる？なんかね、なんかこの子もちょっと最近横に、あ、横で縦に伸びてきたなっていう。おー。色も白くてね、綺麗でしょう。そう。まあ、口元はね、相変わらずしゃくれっぷりは発揮してるんですけど。そう、一回無精卵産んでね、ちょっと心配してたんですけど、はい、難なくね、はい、孵
活してくれましたね。立ち上げ完了しましたね。なのでまあもうちょっとね、体、今、成長期なのかな、体がちょっと縦に伸びてる状態なんで、このまま横にふっくらしてね。で、色味もピンク色になって婚姻色出たらね、ちょっとついに、ちょっとね、ぼっくんとお見合いさせてみようかなっていう。もうぼっくんはもうね、完全に性成熟してるオスの立派なオスなんで、はい。っていう感じでございますわ。ということでじゃあね、はい、この2匹にね、ちょっと餌やりしていきたいと思います。ああ、一番てっぺんのかっこいいところにいますわ。はい、じゃあ早速ね、ぼっくんからあげていきましょう。はい、じゃあどうぞ。あ、ちょっとやっぱ、ハンドリングしたばっかりやから、ちょっと警戒してるか。はい、じゃあちょっとね、ぼちぼち落ち着いたかなと思うんで、はい、じゃあコオロギにあげてもいきましょうかね。はい、じゃあぼっくん。お、食べるな。はい、オッケー。でも最近ね、餌食いもめちゃめちゃいいんでね。おかげさまでメキメキ座ってくれてますわ。ほら、こんな感じですわ。おいしいでか。あ、真っ白やわ。あ、ええ感じですわ。いい、オッケー。まあやっぱ基本的にはね、この子、はい、イエコが一番好きですね。まあたまにデュビアのちっちゃいやつとかね、あげるんですけど、ああまあ反応はやっぱりイエコがダントツで一番ですね。黒コオロギとかもそんなにいい反応はしないですね。まあでもやっぱパンサーとかね、カメレオンちっちゃいやつにはね、ああイエコが一番柔らかくてええような気しますわ。じゃああとはね、バラ巻きで置いとくんでね、はい、好きなだけ食べておいてください。じゃあ次はね、女の子のシャクラコにあげていきましょうかね。はい、じゃあ続いてはね、女の子のシャクラコの方にもあげていきましょう。どうぞ。お、お、お、はい、ナイスー。こんな感じでね、バッチリ、はい、ピンセットからも食べてくれますね。うん、やっぱ育ち盛りやからか、結構、はい、ヨウさん一回で食べてくれるようになりましたね。美味しいですか。お、もうすでに下の餌箱の、はい、コオロギを見てますね、これね、ここの、はい、ちゃっちゃとくれということでね。はい、じゃあすぐ用意しますよってに。はい、どうぞどうぞ。はい、オッケー。さあ、美味しいでっしゃろ。ああ。まあ、あともう一匹ぐらいピンセットから食べるかな。お、目の前に。はい、ナイスー。うん、美味しそうに食べてくれてますわ。はーい。それでは本日の動画はここまでになります。もしこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。